筋トレを真面目にやっていない方はこの動画をスキップしていただいて結構ですという広告をスキップして良いものかと自問自答する、どうもマモあるあるです今日はね、金髪脳筋ゴリラをね、アリウベデルチしていこうと思うんですけどね、同じ金髪でもね、僕みたいに常に自問自答している挑戦している金髪と、脳筋ゴリラではね、人間が馬と競争したりライオンと格闘したりするようなもんなんですよ。はい、というわけでね、はい、今日はラージャンさんの回ですね。まあ、ラージャンなのかラージャンなのかっていう話はまあそれはどうでもよくて、先行団からのこの鉄鋼榴弾ってもういつも通りのやつですね。でまあその初めてモンハンの動画を見る人がまあいるのか知らないけど、あのその人のためにこのラージャンっていうのがどういう存在なのかっていうことを説明しておくと、まあね、あのわかりやすいかは知らないけど、わかりやすく言うとサスケで言うところの山田勝美みたいなもんなのよいやマジでもう完全にこのね先駆者なのよ本当に。まあどんくらい先駆者かっていうと、まずあの山田勝美っていう人がサスケにいるので、あの人って本当にヤバくて、あの今でこそみんなもう家にそのサスケセットとか作っちゃってるけど、あの人生じゃない間違えた、あのこれまで一番最初にサスケセットを作った人間が山田勝美なんだけど、それがどんくらいぶっ飛んでるかっていうと、なんだろうな、これ分かりやすいのかは知らないけど、あの VS 嵐っていうさ番組あったら覚えてる？なんかさ、あのジャングルジムの迷路やったりとかさ、でかいカーリングみたいな、カーリングみたいなやつやったりするやつ、あれを、VS 嵐で負けたのが悔しくて家に VS 嵐のセット作っちゃうみたいなレベルでやばいのよ山田勝美はね。でまあ今はもうだからかつてはね、もうガチで強かったし、その多くの人をもう駆り立てたわけ。おお危ねえ、おい、まあもうこれ完全にカモの攻撃なんですけどね、このカメハメハみたいなやつだけど、もう今ではハンターのね、この技量を上げる教育者ですよ。もうこれ完全にもうその特徴はもう完全に山田勝美やないかっていう話なんですよね。というわけでね、でももう見てください、このおぎゃおぎゃですよこのもうあのなんだっけ、ルシアオアシラと全く同じ。おお危ない、おお完全に語彙力欠如しちゃってるけど、おえい、またスタンですよ。もうね、てかね、これはね、このね、なんちゃらドシューっていうね、このね、ライトボーガンが強すぎる問題が発生してるから、結果的にこのおぎゃーおぎゃー状態になっちゃってね、この、さすが私のお供ってやつね。てかさ、あの、モンハンライズをすごい久し、あ、ライズから久しぶりやったの。前やって、危ない。この大出機ホールド危ない、おえい大出機ホールド危ないからね。あれ結構ワンパンまであるから。あれなんだっけ、あ、ライズから久しぶりにやったの、最後にやったの 4G なんだけど、なんだっけ、あの、ハンターが喋るようになってるっていう、この、驚きの事実ね。めっちゃ喋るのよ、こいつら。おーおおあー、まあ、これは目をつぶってくださいよ。おーこれ、ゲロ吐いてるみたいだよね。まあ、僕のね、誰もね、僕がシャンパンを瓶2本一気飲みして、ゲロ吐いた、なんだっけ、歌舞伎町の横にあるさ、花園神社ってあるじゃん。あそこの厄年が書いてある看板にゲロをぶちまけたっていう話は、まあ、誰もしてないんですけれども、あれですね。シャンパンから泥水ってやつね。まあ、あれだから、僕は川崎出身だから、もうやっぱね、人殺すかラッパーにならないとね、名を馳せれないから。てか、こいつってめっちゃ猿みたいだよね。おーおーおー、素晴らしいです。ラージャン君、マモとの実力差なんかほとんどないと。あるとしても若干でしょ？そう侮ってませんでしたか？なんで負けたか明日までに考えておいてください。